皆さんこんばんは。どうもキャラメルクリステルです。今日は恋縁さんのリクエスト、アバカンのノーアタッチメントにチャレンジしてきました。それでは素敵なゲストにその後付け実況をしてもらいましょう。それでは参ります。ポチッとな。どうも、ね、まこちゃんです。まことですよ。皆さん久しぶりです。ねえ、これもう頑張りました。はい、ねえ、久しぶり。まこっちゃってますか、皆さん。みんなまこってる。まことちゃんはもうまこってるから。ねえ、これ久しぶりに会ったけどね、もう喉が痛いよ、これ。まこっちゃってるから。ねえ、元気ですかみたいなノリで、まこっちゃってますかみたいな。ねえ、これね、もう、ふぅ、痛い、喉痛い。あのね、BR 感謝祭のね、おかげさまで、その間にね、登録者様500人突破しまして、何かこれ面白いことやらなあかんなぁ思ってね、考えてたんですけど、あんまりね、ラジオばっかりとてもつまらんし、ね、なんかやらなあかん思って、リクエストもあったしちょうどええかなぁ思って、こんな感じになってますけども、ね、なんか適当に編集入れて、面白くしますんで頑張りますんで、そこのとこよろしくちゅうわけでね、もうね、最近は、ほんまに疲れることばっかりありますね。もうなんか AKB とかも最近流行ってきてるし、あれ遅いか、あれもう前からやってるのかあれ分からんけど、もうね、それに対抗してね、もうなんか作ろうかな最近思ってます。KHL、 KRS48 っていうのをね、作ろうかな思います。何のラグかって言いますと、高齢者48です。はい。48人ジジババ集めて、作ったのかな思ってね、対抗して。そしたら、もう、売れるんちゃうかみたいな。なんか、48つけてから売れるんちゃうかみたいな。そういうね、もう最近年金だけじゃもうね、生活できませんから。だからね、もう本ならもうこれ作ったのか言うてね、最近ジジババのね、ホームレスじゃないわ、最近、あれですよ。ホームセンターみたいな、高齢者が集まる場所で、ありますよ、あれですか。あそこが最近ざわついてますよ、ほんまに。うん。作ったのか、みたいな。うん。もう町内会の、もうあれですよ。もう完璧にね、そっちの方向に進んでますんでね。皆さんもしデビューしたらね、なんか、よろしくお願いします。まあ、適当に歌とかもね、多分歌うと思うんですけどね。どういう歌を歌おうかな、これ。なんか、CQB みたいな、ね、昔あったよね。それの替え歌とかでもいいんちゃうかな。止めて、サラブレッド、みたいな。そういう感じで、そういう感じでデビューしようかな思うんですけど、どうですかね、皆さん。その時はね、よろしくお願いします。喉がね、もうパンパンなんですよね。こんなことやってると。もう喉がパンパンで、もう地声に戻したいっていうこの願望わかる。うん、これ若い衆にはわからんと思うけどね、私もう29になりまして、喉悲鳴を上げております。はい、喉をね、喉のケアをしながらね、やらないと厳しい状況でございます。他にもね、たくさん小家さんの他にもね、リクエストもらったんですけども、イーターさんのね、あれ、何だっけな、ナイフでね、やってくれとか、あと影武さんの QBB でね、 FFA1 になってくれとかあったんですけど、まあそれは一応取りました。はい、撮ったんで、またね、会った時にね、またやっていこうかな思うんすけどね、もうね、年的にそんないい成績残せない。てかまあ、私ね、いい成績をね、こう、アップしているわけじゃないんですよね。うん。そこのとこ勘違いしないでほしい。うん。ツイッターとかでもね、ちょっといろいろありまして、実況者のお悩みみたいな感じで、うまくないなら、なんか、動画投稿すんな、みたいなコメントされました、みたいな。そんなもんはね、あったらしいんですけどね、そういうことがね。まあ、気にすることはないと思います。これから実況しようとね、思っている方とかもね、
関係ないですからね、もう一意見なんで、もうそういうのはもうね、あのスルーしてもらっても構いませんと思いますよ、うん、私なんてね、もう上手くないのにこうやってずっと上げてますし、うん、登録者様500人って結構な数ですよ、これほんまに、うん、これすごい、うん、いやー、デジカメ時代が懐かしいね、というわけで、URL でも昔のね、デジカメ時代の URL でも貼っ付けときますんで、もしよかったら見てください。私ね、10本ほどね、11本、12本の昔コメントがない時代もありましたね、うん、そういう時代もありました。なんでね、実況を始めてね、全然コメントが来ません、全然視聴ね、再生回数伸びませんって言ったんで、全然ね、もうそういうの気にしないでいいと思います。もう全然、私なんてそういうね、もう誰にも見られてないのに一人で喋ってるみたいな、そういう時代もありましたから、もう今でも分かりませんけどね、もうボットがこう見てくれてんのかっていう、そういうね、たまに疑惑もありますけども、うん、いやー、ちょっともう勘弁してくださいよ、もうちょもうたまにね、こういうことやろうかな思うんですけど、いざやり始めるとね、もうやりたないって思うんですよね、これね、誠くんの誠くん毎回記念撮影とかになんか出てきてるんですけどね、もうしんどいですよこれ。今のところの成績こんなもんですよ、はい。これね、もうお茶が飲みたい、うん、お茶が飲みたい。でもあんまり伸びすぎるとね、漏らしちゃうからね、誠くんね。昨日寝てたんだけど、おむつして寝てたんだけどね、誠くん、それはもう80過ぎてますんで、あれですわ、うん、いやー、もうなんていうの、湿ってたね、ちょっとだけ湿ってたね、多分ちょっと漏らしたやろね、あれね、うん、漏らしてたんかな思いますけども、うん、いやー、びっくりしましたわ、あれはもうほんまに、いやー、もう年ですね、完全にね、うん、この喋り方のしすぎで、なんか今肩の方とかピクピクしてますよ、なんか、うん、変なところ、普段力入れへんところに入れてますんで、すごいなんか肩がピクピクしてますよ、うん、真面目にね、なんか編集とかですごい頑張ってる実況者の方いるじゃないですか、私こんな実況でいいのかっちゅうね、そういうのありますよね。あと、あ、そう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 、オープニング見て気づきましたかね、ちょうど節目500人なんで、簡単な編集ですけども、ちょっとね、オープニングの方をね、変えていきました。はい、気に入ってもらいましたかね。まああんまりかっこよくはないんですけどね、まあ簡単にね、うん、イメチェン中のをやってみました。皆さんどうですか、拍手は、はぁはぁ、はい、ふぇ、はぁはぁ、ほぉ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 、疲れたね、もうね、疲れた、心の声が聞こえる、うん、疲れた、もう喉が痛い、喉が痛い、やりたくない、帰りたい、帰りたい、もう帰りたい、痛い、帰りたい、痛い、喉痛い、帰りたい、帰りたい、喉痛い、帰りたい、帰りたいし喉痛いし帰りたい、もう家だけど帰りたい、あーもうね動画10分長い長いよー、ロコイエンさんのリクエスト頑張ったんですけど、こんな動画でごめんなさいごめんなさいPR 会社でイベント明けのこの一本目の動画でこんな感じでごめんなさい、でも頑張ったんで許してください、はい、許してください、はい、許してくださ い, 許してくださいもう実況じゃないんですけどね、皆さんお気づきかと思うんですけど、はっきり言って実況じゃないです、もうね、リアクションするだけの実況とかあるんですけど、それよりもひどい、この全く関係ないことをずっと喋ってるね、アバカンについて語れとか言われてもアバカンの知識ゼロやし、うん、何も喋ることないし、こういうことしかないしね、もうね、
KRS のねえ KRS48 の宣伝ぐらいしかやることないしね。もうもしよかったらKRS48 のクラン作りますんで嘘やけど嘘やけどねえ、もし参加しなかったいらっしゃいましたら、参加者の条件は、70歳以上男性、または女性ね、待ってますんでね。はい、参加お待ちしております。終わっちまったこれ、終わっちまったこれ、お前こんななんか、はぁ疲れたとかやってる間にもう終わっちまったわこれ。よっしゃ、成績見ましょうかこれ。シアターなんでラスキル映んないんだよね。成績37キル33です。旗6本取って防衛8回、スコア5380、それでは最後の、格言参りたいと思います。500人嫌いでこんなふざけてごめんなさい。いきます。 3,2,1 高齢者なめんなよほら。素敵な後付け実況ありがとうございました。ではまた次回会いましょう。キャラメルクリステルでした。この放送は M 字開脚株式会社とご覧のスポンサーがお送りいたしました。